皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、どれか分かりませんが、フニAK高吉キリです。もう最近はね、フニAK高吉キリってもよく分かんなくなってきてるんで、まあ、フニでいいかなと思います。それでは早速聖書通読、学んでみたいと思います。今日は、マタイの6章からということですね。では行きましょう。自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさい。もしそうでないと天にいますあなた方の父から報いを受けることがないであろう。報いってのはいいことがないってことだろう。だから施しをするときには偽善者たちが人に褒められるための街道や街の中でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らすな。よく言ってよくが、彼らはその報いを受けてしまっている。どういうことだ。だから施しをするときには偽善者たちが人に褒められるため街道や街の中でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らすな、俺やるぜみたいなことすんなと。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。これについてはね、何かまだ言ってないんだろうな。あなたは施しをする場合、右の手のしていることを左手に知らせるな。助けるときに右手のやることを左手に教えるな。黙ってやれっていうことなんかね。それはあなたのする施しが隠れているためである。隠れてやれと。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。隠れていいことをしないとお父さんには見てもらえないってことなんだね。また稲の時には偽善者たちのようにするな。彼らは人に見せようとして街道や大通りの筋に立って祈ることを好む。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。その報いって何なんだ。とにかくこう目立って俺やってるってことやってるやつがもう食らっちゃってるってことなんだね。何かわからないや。あなたは祈るとき自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。いいことは隠れてしようってことだね。何かもあること言うなっちゅうね。あったわ。また祈る場合、異邦人のようにくどくどと祈るな。異邦人のようにくどくどと祈るな。説明しすぎなのかね。彼らは言葉数が多ければ聞き入れられるものと思っている時これはちょっとあるかもしれないな。なんかとにかく言葉が多ければ、まあラップもそうだけど、言葉が多ければ通信じゃねえかみたいなね、気持ちは、まあ、どこかにあります。はい。また祈る場合、異邦人のように、ああ読んだね、だから彼らの真似をするな。あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである。難しいな。だから彼らの真似すんなと。あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである。難しいな。だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの食べ物を今日もお与えください。私たちに負債のあるものを許したまうように、私たちの負債をもお許しください。私たちを試みに合わせないで悪しき者からお救いください。シンプルだね。
とにかくね、いいことは黙ってやりましょうと、俺いいことしたんだぜなんていうことを、いいなと、私やラッパーにとっては非常に難しいことですね、俺こんだけやったんだぜみたいなね、自己顕示欲の世界の中でできてるとこもあったりするんでね、でもまあいいことは黙ってしましょうということで、チャンネル登録よろしく。チャオチャオ。